ねえなまあ、もちろん自分が作ったものを使ってもらううしい気持ちもありますしハイテク日本でありながらなんでこんこものなかったんだろう,という気持ちよね井川さんはその後も30種類以上の装置を発明聴覚障害者に向けた細かい振動を使ったコンサートシステムも作り出しました。 今井川さんは障害者のための機械を作る若者を育てたいと考えています装置を作るときは近所の中高生を呼び手先が不自由な自分に代わって細かい作業をしてもらうのですこうした経験を通して若い人に関心を持ってもらいたいと考えていますこれを作ったらきっと 誰かが使ってやあ喜ぶんだろうなとか便利になってるんだろうなって考えるとやっぱり嬉しいですで先生が言ってたんですけど技術は人を助けるためのものだと言ってたのでそのようなものを作りたいです僕が家を作ってもダメだと思こういう気持ちを持つ技術者がいっぱい増えてこそ。

交差点で信号機の音声案内だけをきれいに聞き取れるようにしたいということです。ここまででリポートでした